広島ウィンドーオーケストラ音楽監督の下野達也ですこの度シカゴで毎年行われていますビッドウエストバンドクリニックにお招きいただくことになりました世界中からいろんな教育者だったりあのバンド関係者音楽関係者が集まる中でファイナルコンサートで演奏させていただけるということは非常に光栄なことだと思います光栄ではありますが非常に責任もあるということで えー、いさか緊張はしております今回、えー、私自身が感じていますことは、えー、そのアメリカでもちろんそのアメリカの代表的な作曲家の皆さんの作品を演奏するジェイ・ガーとかジルーさんとかそしてあの「ワイルド・グース」という作品を今回私たちが演奏するということでもう一度そのですかリバイスしてくださった、えー、わけですけども。そそれのアメリカ初演そして やはり当然ですが日本の吹奏楽団ですので日本人の作品も演奏する日米の吹奏楽の作品をこの広島ウィンドオーケストラがミッドウェストのクリニックで演奏できるっていうことは非常にあの光栄かつ有意なことだとだ思っています日本に帰ってきてからもまたそれを財産宝としてですね広島での活動もより良いものにしていきたいと思います。 もう本当この度あの私たちが渡、えー、米してこういったチャンスをいただけましたことは皆様のあの本当に心温まるあのご助力のおかげだと思います一生懸命、えー、頑張っていきますしまたある意味楽しんで、えー、向こうで演奏していきたいと思いますまたあの帰ってきましたらあの良いご報告ができるのかなというふうに思っております本当にありがとうございました。